談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。6月6日、今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチパチパチ。毎日が吉澤亮さん記念日。過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2013年、映画彼女は嘘を愛しすぎてる公式 SNS にて吉澤さんと森永さんのクランクアップのお写真が公開されています。2015年、地上波フジテレビにて映画彼女は嘘を愛しすぎてる放送。なんかあるんですかね、6月6日かの嘘。偶然かな。いや、2016年、ビビ7月号で、33周年おめでとうメッセージをくれた吉澤さんの撮影メイキング動画を公開と。流れるように次々とポーズを決めていくとか、バラを持っているとか書かれています。くぅ。2017年、僕はマリの中、FOD 配信スタート。それから、前の日にもありました、ウェブメディア、ローリュープレスのインタビューの後半公開。で、LINE ライブ、第3回、4回予定の結果5回のうちの第3回で、ほろ酔い配信です。LINE ライブ公式さんからのお知らせでは、なぜか、ものすごく生きってるお写真です。2018年、前の日に映画猫は抱くもの完成披露試写会がありまして、ワイドショーとか、ウェブレポートとか出ています。2019年、ナイロン365アニバーサリー。この365のとこ英語で言うのかな、本当は。まあいいや。ナイロン365って思ってるんで、もうそれで行きますけど、カエルの日です。カエル最高でしたよね。で、スタッフさんより、アグレッシブなカエルの撮影風景が公開されています。2020年、映画青くて痛くて脆いの取材がスタートしました。というのと、カレンダー6月のオフショット。2021年、晴天をつけ17回、徳田優涙の帰郷放送日です。円四郎さんの死を告げられる徳田優さんです。あれから1年かって絶対思っちゃう。はい、いろいろありました。ご活躍でした。さて次は本日の吉澤さん。2022年6月6日、私が今日一日で出会った吉澤さんをご報告します。SNS、ウェイボーで、ついにディオリビエラの写真と、ご案内が投稿されました。なんか一足先にアイコンがディオールモードになっていたんですが、いつかなと思ったらついに来ましたね。それから、深夜、早朝か。キングダム2。山崎賢と吉沢亮、キングダム2を語る、KD2 を語る。何度見ても、やっぱりヘアピンがすごく好きだし、やっと玉座に座れたっていうところがね、いいですよね。うん。はい。などなど。以上、今日も吉沢さんに出会えて幸せでした。さて、次は、作品とお芝居についてです。仮面ライダーフォーゼ35話、怪人放送。前回までの振り返り、京都の旅行の藩の相談で身を乗り出すお姿、それから京都駅に着いたところ、で、坂を優等生っぽく歩くところ、そして凛々しすぎる沖田くんの姿ちらりと。もうこれだけでもキャーですね。はい。で、この35話は、ジェイクがラジオ DJ、秘密の人気ラジオ DJ をやっているというところから入りまして、ライダー部のみんなは集まって、京都のザ・ホールが消失してから尼子にコズミックエナジーが集中しているという話をする健吾くんの隣で真剣な表情で話を聞く優等生モードの流星くん。で、その近くでの男子に女子が水をぶっかけるの。これはその前の晩のジェイクのラジオで言ってた話なんですけど、それをキョトンと見る流星くんのちょっとぷっくりしたお顔が、あ、京都楽しかったんだなって感じでキュンキュン。で、みんなはその人気ラジオ知ってるんだけど、優等生の健吾くんと流星くんだけは知らないらしくて、ジンっていういぶかしげな表情が実に良い。で、その話を教えてもらいながら渡り廊下をポテポテ歩くところもいいし、と立ち止まると風が髪乱れるところも実に良い。そして、オープニング、
これは5月13日の放送なんですけど、2012年のゴールデンウィークが明けて、オープニングが新バージョンになっています。最初の教室のシーンにも流星くんがいるし、部室でもアンガールズ田中先生と奥ですごいわちゃわちゃしてるシーンが新しく挿入されてますし、二度目が教室が映る時もみんなと一緒にスイッチオーンって笑顔で言ってて、うわーって、あと道歩く時もね、源太郎と並んで前の方に一緒にいるし、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。いや、この一個前の廊下で決め顔でスチャってベルト出すのもすごい好きだったけど、このみんなと超馴染んでるみたいなオープニングになってるところがまたね、クライマックス回を経て素晴らしいなと感動しています。はい。で、そんなオープニング明けまして、部室で、ゆうきちゃんとともこちゃんがギターとかベースとかを、こううるさく鳴らしてまして、りゅうせいくんが辛そうに耳を塞いで顔をしかめて、ラジオのね、ジーンとやらの影響かと、知らないぞ、また健吾にお目玉くらってもって言いながら手をピラピラするのすんごい好き。で、健吾が出てくる直前にもう、うえーって口角が下がってるの。もうすんごい好き。と思ったら、出てきた健吾は実はまんざらでもなくて、ドラムやるとか言い出して、何ってこの、うまくできないけど、何の後、息を抜くんですよね。超イケメン。声と顔が。で、DJ を探すってことになったんですけど、もう、盛り上がるみんなの横で、スンと、でも手がかりなしじゃ探しようがないって、またここで息を抜くんですよ。いい感じに。で、ポケて、いいですよね。みんながそれぞれ推理を披露するのを腕組みして聞いている。腕組みもめっちゃ似合う。なんだろう、このみんながバンドにキャイキャイ盛り上がる中、こういうスンとした立ち位置にいるっていう感じが似合いますよね。一緒になってウェーイってなるんじゃないところがザ・流星くんだし、実はザ・吉沢さんっていう感じがして、もうニヤニヤして見てしまいます。はい。というところで今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。